船木和夫さんに銭形平次の主題歌を歌うきっかけのあったお話などを伺っています。どうぞご覧ください。どうして僕なんですかっていう話を聞いたら、あの橋本さんご本人が、あの今若い子と船木和夫っていう子がいるんだけど、従来ならばその頃で言うとね、例えばひばりさんとか時代劇の主題歌だと南さんとか村田さんとかっていうね、人が歌うことが多かったんだけれども、橋蔵先輩もその辺はちょっと考えてらっしゃったんでしょうね。そういうところもやっぱりテレビ初めて出る以上は成功させたいから、新しい地をこう入れてね、あの見てくださる方の層を広げようというやっぱ努力ですよね。じゃあ橋蔵さん直々のご指名だったんですね。みたいですね。まあ一つエピソードめいたことをお話しするとすれば、あの大体2年か3年に1回ぐらいずつその頭に流れる主題歌っていうのを撮り直したんです僕は。で7回ぐらい撮り直しましたかね、あれ18年間続きましたもんね。でそれは何が原因かっていうとね、あの何ヶ月に1回こうチェックするじゃないですか。なんとチェックっていうよりも、まあ久しぶりに橋蔵先輩の顔を見ようかとか思って回すじゃないですか。とね、あのコマーシャルの音がね新しくなっていくんですよ、どんどんとね。大体まあ時代にもよるんですけども、2年から3年ぐらいでやっぱりね、ほっとくと主題歌の音が古くなっちゃう。だからそれはまずいですからね。だからあ変わってきたなと思った時にこちらから電話をして、ちょっとそんな感じがしますからここで入れ替えましょうって言って、それだけはチェックしてましたね僕はね。完璧主義でいらっしゃるんですね。いやそんなことないですよ。ただひねって見てたらね、気持ち悪いですよ。主題歌だけがねおなじみだからそのまんまなんてことやってるとね、そこだけ番組そこだけ古くなるんだけど、番組自体の印象が頭の主題歌とこう古くなっちゃったりするとまずいじゃないですか。それだけのことですよ。いや主題歌7回も撮り直していたんですね。さすがこだわりがあります。次週は大川橋蔵さんとの思い出について伺っています。船木和夫さん主演の舞台船木和夫特別公演は8月3日から東京新橋演舞場で公演。